映画やドラマの中で、この物語の中で、観客は登場人物と共にその世界を生きています。この世界の中には、登場人物の感情が大きく動くシーンや、観客が登場人物に深く感情移入するシーン、そういった素晴らしいお芝居がたくさんあります。しかし、もしそれが俳優やスタッフの負担の上で撮影されているとしたら、皆さんどう思われますか？涙が止まらないほど感動したシーンの撮影の裏で、俳優がもし生涯立ち直れないようなダメージを受けていたらどうしますか？ミスがあれば事故につながるようなアクションシーンは入念に確認がされるのに、同じく体の接触を伴うキスシーンや性的な描写、そういったシーンはじゃあやってみようかと俳優の経験値に任されてしまうことがあるのです。俳優たちは何の確認も承諾も求められないまま、拒否どころか相談することもできないまま見過ごされていることもあるのです。私はインティマシーコーディネーターという仕事をしています。皆さん、その名称は耳にされたことはありますか？インティマシーコーディネーターとは、映像制作においてインティマシーシーンと呼ばれるヌードや性的な描写を、俳優の身体的精神的安心安全を守りつつ、監督のビジョン、監督の求めるビジョンを最大限実現するためにサポートするスタッフです。昨年話題のドラマに参加したことや、新語・流行語大賞にノミネートされたこともあって、見る側の皆さんにその名称を知っていただくことができました。アメリカで始まったこのインティマシーコーディネーターという職業は、2017年の民衆運動で需要に拍車がかかりました。日本に導入されたのは2年半前、女性の俳優の希望によるものでした。アメリカを筆頭に欧米諸国には俳優組合がありますが、日本には俳優組合もない。そして映像制作における規則もありません。それにより、俳優やスタッフの人権が尊重されることが少ない現場になっています。私はその要因として、芸術だから、映画だからという、それによって許されている何か、そういった考えが根底にあると思います。俳優も生身の人間で、お芝居を通じて別の人物を演じているだけで、俳優自身の人格と感情がそこにあるのは言うまでもありません。身体的、精神的許容範囲は俳優本人が決めるものであって、他の誰かが決めることではありません。仕事だからといって、彼らの意思が尊重されず、人権が無視されるようなことがあってはなりません。私の受けたインティマシーコーディネーターを養成するトレーニングの中で、私が最も印象深かったのは、同意を得ることの大切さです。日本には、ノーということが苦手で、曖昧のままな状況、それを好む傾向があると思います。相手の同意を得るという、とても大事なステップが、うやむやのままに、なっていても、あまり違和感を感じないのです。先ほどお話ししたように、あたかも殴られているかのようなアクションシーン、そういったお芝居は入念な確認があります。それは事故や怪我があってはならないからです。ところが、キスシーンやお互いに触れ合って愛を確かめ合うシーンは、とりあえずやってみてが多いのです。同じ体の接触を伴ったお芝居であるにもかかわらず、なぜそこだけ俳優の経験に任せるのでしょう。お互いの体に意思を持って接触するのであれば、
私はそこに同意が必要だと思います。俳優の経験がその方のお芝居に生きてくることは間違いありません。ですが、脚本と演出を熟考し、そこにその俳優の感性と演技がプラスされれば、その人にしかできないお芝居になるのではないでしょうか。とりあえずやってみるという俳優の経験値に任せ、共演者との同意確認もないまま、インティマシーシーンの撮影に進むことは、俳優の極めてプライベートな部分を出すことを強調し、強要し、偶発的に生まれる共演者の間のケミストリーばかりを求め、俳優が心に傷を負う可能性のある行為だと思います。必要なのは、そのシーンを演じるための演出や露出、動き、それに関しての同意と共演者の間での確認、許容範囲の確認や同意をもう一度確認することによって、その確認の上で俳優は安心して最高のパフォーマンスを出せるのではないでしょうか。例えば台本の中にキスをする二人という表現があったとします。そういったものをトガキというんですが、トガキというのは登場人物のセリフ以外の心情や行動を指示するものです。キスをする二人、その前後の描写にもよりますが、そのキスは濃厚で激しいものなのか、そもそも唇と唇を合わせるキスなのか、それともほっぺたなどへのキスなのか、キスをしている時のお互いの体の体勢はどうでしょう。抱きしめ合っているのか、顔に手を触れているのか、それとも抱きしめ合って腰に手が回っているのか、キス一つをとっても様々な表現があり、その表現をすることが可能なのか、俳優に確認をする必要があります。この確認をして同意を得る。同意を得たことしか撮影しない。そういったサポートをするのがインティマシーコーディネーターの仕事です。インティマシーコーディネーターの仕事をしていて気づくことがあります。俳優が自分自身で選択して同意することで自信を持ってお芝居をしているように見受けられます。脚本を読み、役をオファーされた段階で求められていることは理解していると思います。ただ、その理解や認識が制作陣と違うこともあります。監督が望むその描写を不安を感じながら演じるのではなく、理解を共通にして、納得して同意して演じることで、やりがいや自信、そういったものに満ち溢れたお芝居になるんだと思います。不安なく集中して演じたそのパフォーマンスは、より良い作品を作り上げると私は信じています。女性だから、男性だから、俳優だから、仕事だから、と無限にされてきたこの同意を得るという行為、ここ数年で大事なものだと捉えられるようになってきました。インティマシーコーディネーターの導入もその表れだと思います。この変化からもわかるように、少しずつですが、個人の意見を伝えることができ、それを受け入れる土壌が、できてきたと思います。それぞれの意見が尊重されるべきだ、されるべきだという思想が広がっているんだと思います。真面目な性格で相手や周りに気を使い、空気を読む人ほどノーというのが難しい傾向があります。監督の期待に応えたい。自分はできないということで迷惑をかけてしまう。こんなことができないなんて自分はプロの俳優なのに、と自分を責めてしまう可能性が高いのです。準備をしてくれているスタッフの努力、頑張りを無限にしてはいけない。
そういった責任感、またはその時の高揚感だけで正しい判断ができないまま撮影に挑んでしまった方もいるかと思います。俳優の生涯が終わってもその時に無理をしたイエス、プレッシャーによって言わされてしまったイエス、それは作品の中で永遠に生き続けます。このイエスを生み出してしまう環境は、被害者の心に大きな傷を負わせるだけでなく、その作品そのものの価値を下げてしまうと思います。作品に関わるすべてのスタッフ、キャスト、それからそれを見てくださっているお客さん、みんなに対してこれはある種の裏切りになってしまうのではないでしょうか。嬉しいことに、映画の観客は作品を選ぶときの理由として俳優や撮影環境の安全性を掲げる人が増えてきました。観客一人一人のリテラシーが高くなることは制作者の意識も高めます。それによって作品も洗練されていきます。インティマシーシーンが安全に撮影されたかどうかだけでなく、映像業界の劣悪な労働環境も大きな問題です。観客を無意識のうちに搾取する側にしてしまうことを映画制作者はやめなくてはいけません。それと同時に皆さんも関心を持ってください。その関心が映画業界を変えていきます。2021年の夏にジャパニーズフィルムプロジェクトは日本映画業界の制作現場のジェンダー調査を行いました。2000年から2020年の大作映画における日本の映画監督のジェンダー比率を見ると、女性監督の比率はたったの 3.1% です。男性監督が多いのは歴然たる比率です。ジェンダー比率 97% を占める男性監督の中には権力を持ちすぎ、その権力の使い方も認識も間違えたまま今に至り、そして今もそしてその中の多くの方々は今もその過去を見直していません。そのような権力に映画業界そのものが抵抗することができず、男性は変わらず女性が男性に合わせてきたという印象を受けます。私の仕事はインティマシーコーディネーターですが、ジェンダーギャップ指数のランキングが世界120位の日本に住む日本人女性であり、夫と共に7歳の娘を育てる母親でもあります。次の世代を担う子供たちが安心して映画を見ることができて、そして安心して夢を持って飛び込んでいける、そんなエンターテインメント業界を作っていくことが私自身の使命であり、インティマシーコーディネーターとしての存在意義の一つでもあります。そして俳優を志す若者が搾取されることなく、自分の最高のパフォーマンスを披露できるような世界に変えていきたいです。一人一人が尊重されるように変わっていかなくてはいけないのは、映画業界に限ったことではありません。信頼しているからイエスではなく、信頼しているからこそノーと言える。大事なのは、その返事がイエスでもノーでも受け入れてもらえるという信頼関係とコミュニケーションです。性交渉における同意もとても大切です。大好きな相手に対して、より親密になりたいという気持ちは、多くの方が抱く感情ではないでしょうか。ただ、自分の求める親密さのレベルは、相手と同じでしょうか。相手を大事に思うからこそ、自分の本当の気持ちに蓋をして、イエスと言ってしまう。または、イエスと言わせるようなプレッシャーを与えていないでしょうか。自分の、そして相手の
イエスは心からの、心の底からの同意でしょうか。真の同意のある性交渉に、ジェンダーやセクシャリティは関係ありません。相手を大切にする、相手の気持ちを尊重する、そういったことが相手との関係をより深め、そしてより良い関係へと発展させていくのではないでしょうか。そして同意の重要性は性交渉に限った話でもありません。自分の気持ちを伝えて相手の気持ちを受け入れるというシンプルなやりとりは、友達同士、家族、先輩と後輩、上司と部下、どのような関係においてもとても重要です。お互いが戸惑うことなく安心して自分の気持ちを伝えられる。丁寧なコミュニケーションは全ての人間関係のベースだと思います。では、自分ができているかというと、私もまだまだ修行中です。特に子育てにおいては、7歳の子供の気持ちだけを尊重するわけにはいかず、口が達者な我が子との言い争いは日常茶飯事です。その中でも大切にしているのは、彼女の気持ちに耳を傾けることです。そして自分のコミュニケーションの取り方が彼女をコントロールしているように感じた場合は、すぐに認めて謝ります。何が正しい、間違っているではなく、一方的にならずにお互いの気持ちを伝え合うことがいかに大切なことか、それを理解しながら成長していけば、独りよがりになることもなく、相手のことを尊重できる人間に成長していけるのではないかと思っています。自分の希望、理想、熱意を伝えることはとても大事なことだと思います。ただ、自分の熱意と同じくらい相手のことを尊重することも忘れてはいけません。相手を焦らせたり、萎縮させたり、たとえ自分が求めている同意への返事がノーであっても、それを受け入れる。そんな信頼関係が築かれるような丁寧なコミュニケーションを心がけていれば、自分の意見を押し付けたり、相手を自分の言いなりにしようという発想は生まれないのではないでしょうか。自分を認めてもらうこと、それは相手を認めることでもあります。相手の立場に立つと見えてくることがたくさんあります。答えを決めるのはあなたです。時間が必要であればそれを伝えましょう。相手の本音を知りたいのであれば、ノーと言える環境を作りましょう。相手が、自分が、意見を伝えやすい関係を築きましょう。そして、お互いの気持ちを尊重しましょう。同意を得ることの大切さを忘れないでください。自分のイエス、相手のノー、どちらも大切にしてください。ありがとうございました。